前立腺特異抗原は、前立腺から分泌され生液中に含まれている酵素で抗原性を持つ物質。前立腺がんの使用マーカーとして使用されるが、前立腺炎や前立腺被害などでも上昇する。分子量33から34キロの炭砂上等タンパクでセリンプロテアーゼに分類されるタンパク質分解酵素の一種。どういう機能を担っているのかは、 未解明であるが、成長の粘土を調整して、精子の運動を助けているのではないかと考えられている。前立腺癌の時血清中の癌有量が上昇するため、主要マーカーとして用いられるが、炎症や前立腺肥大症などでも上昇することがある。多くの検査用キットでは4難、ミリリットル以下が正常とされているが、最近は2.5難。 ミリリットル以下とする方が良いとの意見もある。かつては、前立腺腫瘍マーカーとしては、前立腺酸性ホスファターゼが用いられてきたが、癌が存在するにもかかわらず正常値となる例が多い、という欠点があった。1970年代にはこれに代わる、前立腺腫瘍マーカーの研究が進められ、その成果として1979年に、初めて PSA が単理された。 PSA は、早期前立腺がんにおいても陽性率が高く、また、数値の変動が病性と一致するなど、主要マーカーとして、理想的な特性を備えていたため、臨床的に広く使用されることとなった。グレーゾーンの範囲で30%前後の確率で、前立腺がんが発見される。しかし、言い換えれば、グレーゾーンでも70%前後は、前立腺がんではないことになる。 PSA 高値イコール前立腺がんという盲診が一般の人間に限らず医師の間にも常識になっているので注意が必要である。デュタステリド内服中だと1,2程度の濃度に抑制されるので偽陰性が増加するため、デュタステリドを6ヶ月以上内服している場合は、PSA 値を2倍に上算して評価する必要がある。PAP よりも精度が上がった PSA といえども、 前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症、前立腺炎などの前立腺がん以外の病態の場合にも高値になるので、その判断には慎重を要する。ABCGRCH38、G R、38, アンセンブルリリース89、インスグレーレレーレーレ H42515 アンセンブル、メイ2017ハット ABCGRCM38 アンセンブルリリース89インスミューズ000038968 00アンセンブルメイ2017ハットヒューマンパブメドレファレンスマウスパブメドレファレンスアボルブテンプ文書2019年12月5日閲覧クロフォード ED エトール、ベースラインファクターズアズプレディクターズ、オブクリニカルプログレッションオブビナインプロスタティック、 ハイパープレイジアインメントリーテッドウィズプラセボ、J ユーラル2675、1422から1427ハット N エンゲル、J メット2012366、981から990、石塚、おさむほか、PSA デンシティの意義、前立先得意向源が、グレーゾーンにある症例での検討。泌器か器用2千0 1 4 7 611から613、ありがとうございます。